はい。なっちゃん、ただいま。また酔って帰ってきて、鍵持ってるんだからいちいちインターホン鳴らさないの。何がダイバーシティよ。多様性多様性って口ばっかり。お母さん、また一人飲み？大事なことはいつも私を素通り。一生懸命結果を出しても手柄はみんな男どもに持っていかれる。広告代理店って表向きはイメージいいけど、男社会そのものだわ。聞いてる？もうガラスの天井破れるのはミュージックビデオの中だけよ。なっちゃん、アリアナ知ってる？アリアナ。何のこと？とにかくここで寝たら風邪ひくから。私は渡辺夏希、郵政学院高校の3年生。母一人子一人ですが、こんな感じでどっちが子供かわからないような親子関係です。一応写真部で部長しているんですが、この時期正直進路に迷っています。夢もあることにはあるんですが。なっちゃん、愛してるよ。はいはい。進学か就職か、どちらにしても将来に期待が持てない社会状況なので不安でいっぱいです。お母さんにも負担かけまくってるし。おい、まさき、大学はどこ受けるのか決まったのか？まだ。私やお兄ちゃんを見てわかってると思うが、難易度の高い大学に入って有名企業に就職することが幸せにつながるんだからな。本当はものづくりがしたいんだけどな。会社の歯車になるのも嫌だし。夏希、進路決まった？それなんだけど。え、まだ決めてないの？それってヤバくない？うちってお母さんと二人だから、あんまり負担もかけられないし、かといって報道カメラマンになる夢も捨てがたいし。え、お母さんが？今回倒れられたのは貧血によるものですが、精密検査を行った結果、子宮頸がんです。すぐにでも抗がん剤治療が必要です。それでどこまでがんは進行しているのですか？それなんですが。なっちゃん、そろそろ進路決めないとね。なっちゃん、スマホもいいけど、新聞とか見て社会の動きを俯瞰から見ることも大事だよ。でも新聞ってダサくて誰も見てないよ。大丈夫か？プラモデル好きなのか？はい、ものづくりが。なっちゃん、スマホもいいけど、
新聞とか見て社会の動きを俯瞰から見ることも大事だよ。夢か。進学希望でしたが、母が入院してあまり負担もかけたくないし、就職も視野に考えたいのですが。そうなんだね。返済無用の奨学金を使うという手もあるけど、締め切りも迫ってるし、とりあえず今来ている求人票をプリントアウトしてあげるよ。はい、これ。あれ、これ新聞に出てた。品質マネジメントと環境マネジメントに配慮して工場を運営しています。このように東光バネ工業社は、バネ作りを通して未来を担う子どもたちが夢を持てる社会を作っていくことを目指しています。それでは今日の予定を加藤から説明してもらいます。皆さんこんにちは、加藤です。今日の予定ですが、まず会社概要の説明は今社長が言ってくれたので、これからバネ作りの現場の見学を行います。その後、興味がある人はバネ道場でバネ作り体験、その他の人は就職相談をしていきます。何か質問ありますか？あの、私写真部の部長なんですけど、写真撮ってもいいですか？うん、いいわよ。いい写真撮ってね。はい。これはコイリングマシンといって、ワイヤーをバネの形にする機械です。それと、あちらにずらっと並んでいるのが研磨機。バネの端を削って平らにします。で、向こうにあるのが電気炉で、焼き入れと焼きなましを行います。これはショットピーニング機で、微小の金属球をバネに当てて強くするマシンです。ここにはバネのへたりを緩和するセッチングマシンや洗浄機が置かれています。バネを作るって多くの工程があるんだな。じゃあ行きましょうか。ここが最終工程で、バネが使用通り作られているか検査をするところです。あれ、恵子姉ちゃんじゃないですか。あれ、なっちゃん、どうしたの？久しぶりですね。今日はここの会社説明会に来てて。元気だった？二人は知り合い？はい、子供の頃近所でよく遊んだんです。めちゃくちゃ遊んでもらってました。そうなの。
加藤君、現場の見学はもうこれでおしまいだったわよね。はい。それなら佐々木さん、応接室使っていいから二人で話してきたら。いいんですか。うん、大丈夫よ、もうすぐ休憩時間だし。社長、いつもありがとうございます。それじゃあ興味のある人はバネ道場でバネ作り体験しますが、誰かいますか。僕行きます。じゃあ他の人は社長について会議室に戻ってください。じゃあ行きましょう。本当に本当だって、私もいっぱい悩んでここにしたもん。そっか。あ、私ね、ほら、ケンちゃん知ってる？ケンちゃんって、ケイコ姉ちゃんの喧嘩友達だった？そうそう、そのケンちゃんと私、結婚したのよ。本当ですか？うん。でね、すぐに赤ちゃん授かって、私は産休取ってたんだけど、ケンちゃんは忙しくって。結局ワンオペ育児。ワンオペ育児？育児について周りに相談する人もいなくって、でね、結局産後鬱になっちゃったのよ。大変。そんな時にここの田中社長からふと、どうしてるのって電話があって。あの？うん。それでいろいろと話してたら、うちに引きこもっていろいろ悩まないで赤ちゃん連れていらっしゃいって言ってもらって、会社でやってるカウンセリングも受けさせてもらったの。そんなのもやってるんだ。それで、あなたのことが必要なんだからって保育園とかも調べてくれて、早期に復職できて、おまけに働く時間とかもフレキシブルで、めちゃくちゃ助かってるのよ。そんなことまで？うん。考えてみたら、この会社は心に病を抱えていたり、いろんな事情がある社員にも一人一人を見てくれてるって感じね。それってある意味ダイバーシティ？うん。とにかく必要にされてる感っていうのめっちゃ感じるよ。なんだか夢も持てそうで。それにいろいろと教えてもらって、バネのことも結構知ってるから何でも聞いてね。知ってる？バネのこと。いや、知らないな、その顔は。お兄ちゃんいるから。うん、うん、ありがとう。バネ作りとか興味あるの？はい、すごく興味あります。プラモデルとかいろんなものを作ってます。そうなんだ。はい。じゃあこれはちょっと楽しいかもしれないね。はい。一回見本でやるから見てて。わかりました。ほら、端をこうやって曲げたら、うわ、すごい。今度は谷口くんがやってみて。そのあたりでいいよ。はい。じゃあ今度は端を曲げてみて。できた。今日はバネの製造工程見学やバネ作り体験などをやってもらいましたが、どうでしたか？うちの会社は社員一人一人を大切に見守っています。その社員が不安なく働け、学べる環境づくりを目指しています。今日の会社説明会が皆さんが活躍できるきっかけになれば嬉しいです。もしよかったら一緒に働きませんか？私も皆さんと一緒に成長して、夢を持てるような会社にしていきたいと思ってます。今日は見学に来てくれてありがとう。
藤井子さん、もうこれ見てよ、これ新しい、これ折りたたみのドローンですね。ドローンで、これすごいですね。ちょっと小さいやつでいいやつやねんけど。あ、そうなんですか。まあどうなんかなー思って。あ、この間はありがとうございました。いやいや、藤井子さん、彼のこと知ってるんですか。ちょっとね。谷口くん、今日の会社説明会に来てくれたんですよ。へえ、そうなんや。これも何かの縁やね。一緒に働けたらええよな。はい。学校の紹介で会社の説明会に行ってきたんだ。へえ、どこの会社の説明会に行ってきたの？東光バネ工業社。でね、そこで恵子姉ちゃんに会ったの。え、佐々木さんじゃない？そうそう、めちゃくちゃ明るかったよ。僕、高校卒業したら就職するよ。ものづくりがしたいんだ。決めたから。お父さんが何と言おうと。僕決めたから。お前が自分の意志をまっすぐにぶつけてきたのは初めてだ。成長したもんだ。あのバネの会社、説明会行ってきたんだ。うん。どうだった？ちっちゃい頃遊んでもらってたお姉ちゃんがいてびっくりしたよ。そうなんだ。で、そこ行くの？まだわかんないけど、夢を持ち続けることも大切だなって思った。じゃ、また明日。じゃ。この間はどうも。どうも。あのさ、将来のこととか夢とか決めた？まあ夢は決まったかな。あ、そうなんだ。うん、あのバネのとこに就職する。すごいね。自分のやりたいことを決めたから。私まだ迷ってて、もうちょっと考えようかなと思ってる。でも行ってよかった。すごい。